最近先生から何通も教練院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教練院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せて、先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙には、ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教練院にいる俺がこの件を調べた方がいい。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよ。分かった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教練院は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかすもし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、もし収束がつかない事態になったら、俺は教練院を離れるよ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。それにしても大マハマトラの君がそんなことを言うなんて思いもしなかったな。教練院への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教練院を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで悪いことに耐えられない人なんだ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から